ちは、名古屋のちんどん弁天屋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私たち弁天屋は普段通り予定通りの活動はできておりませんが、しかしメンバーそれぞれ各自宅で元気いっぱい過ごしています。さて、私たち弁天屋は昨年2019年12月名古屋ドーム、そして今年2020年2月京セラドーム大阪で行われたザ・イエローモンキーさん30周年記念ドームツアーのステージになんとサプライズ出演させていただいたんです。そしてありがたいことに、それ以降ザ・イエローモンキーさんのファンの皆様には私たち弁天屋にまで温かいメッセージをお寄せいただき、そして SNS を通じて仲良くしていただいています。皆様本当にありがとうございます。最近の弁天屋はこの状況の中テレワーク演奏をし、それを YouTube チャンネルにアップして皆様にご覧いただいたりしているわけなんですけれども、その中でなんと本当にありがたいことにザ・イエローモンキーさんのファンの皆様からたくさんのリクエストをお寄せいただきました。本当にありがとうございます。というわけで今回はそのリクエストにお答えし、この曲をお送りしたいと思います。曲はもちろんダンダン。このダンダンという曲はザ・イエローモンキーさんのライブで弁天屋が一緒に演奏させていただいた弁天屋にとってとっても大切な一曲です。今回もまたやっぱりテレワークという形の演奏にはなりますけれども、メンバーそれぞれあの時のライブを思い浮かべながら心を込めて演奏いたしました。楽しくご覧いただけたらとっても嬉しいです。それでは画面の前の皆さん、掛け声ヘイ、ぜひ一緒によろしくお願いします。それでは参りましょう。ダンダン、どうぞ。いかがでしたか？お楽しみいただけましたでしょうか？ここからもう少しだけお付き合いいただきたいと思います。さあ、ここからはおまけ映像となりますが、ザ・イエローモンキーさんの
イエローにちなんで、私たち弁天屋の黄色担当ワッキーによるパフォーマンスを今一度ご覧いただきながら、京セラドーム大阪での弁天屋楽屋風景思い出スライドショーをお楽しみいただきたいと思います。それでは引き続きどうぞ。ご覧いただきありがとうございます。世の中まだまだしばらくは不安定な状況が続きそうですし、私たち弁天屋も皆様の前で直接パフォーマンスをご覧いただけるような機会はこの先しばらくはどうなってしまうのかなというような状況ではありますが、しかしこういった形での配信や発信は引き続きガンガン行っていきたいと思っています。よろしければどうぞ皆様、これからも弁天屋と一緒に楽しくお過ごしいただけたらと思います。よろしくお願いします。弁天屋にはこの YouTube チャンネルの他にもホームページ、 Facebook、 Instagram、 Twitter、 アメブロなどがあります。メンバーそれぞれもそれぞれのアカウントでインスタ、Twitter で情報発信しています。ぜひこちらも楽しくご覧いただけたらと思います。そして弁天屋にはウェブショップというものもございます。このウェブショップでは弁天屋のオリジナルグッズをいろいろ販売しております。最新グッズは弁天ちゃん手ぬぐい、とっても可愛くて便利なのでメンバーも愛用しています。よろしければぜひ皆様こちらもチェックしてみてくださいね。それでは皆様、近いうちにまた必ずお会いできることを楽しみに、それまで健康第一で楽しく明るく元気に過ごしましょうね。最後までありがとうございました。名古屋の珍丼弁天屋、こまこでした。